はい、どうも。ですね、次回予告していたこと、その2、ですね、まあ、次回予告というのは、好きな人だと、好きと言われた、好きだって言われた人に手紙を書くことだったんです。で、書いて渡すことだったんですね。で、その手紙を今日渡してきました。はい、結果は、明日聞いていきたいと思います。で、まあ OK だけなんですけど、まあ一応はい渡したんで、でその知り合いというか友達の女の子に渡して、で、はいこれ渡しといてって感じで渡したんですけど、それがちゃんと届いているか、またその結果がどうなるのか、なんで、まあ、また、その3で結果を発表したいと思います。はい。はい、それじゃ、またねー。